俺ゴリノクバンドメイクウィンだー。俺は40肩だ、40肩だな。昨日は40肩の痛みが強すぎて起きてしまったぐらい今俺の肩は悪化している。もちろんトレーニングに行っているが、それが原因で痛いのかどうなのかよくわかんないけど、まあ毎日こういうストレッチをしたり、こういう風にして90度にこうやって下げるトレーニングをしたり、こうやって回してこういう風にする、まあ、トレーニングというかストレッチというか四十肩に効くと言われているストレッチ方法を試している。なのでちょっとずつだけど体感良くなってきてるのかなと思って、その矢先に昨日痛めて起きた。そんな私にこちら、ベーン、50肩、40肩に効く肩用ラックル。これはね、天然成分 100% の漢方でございます。これを飲むと、まあ、こう7日間かな、全部飲み切るとなんと肩が上がると。肩の動きを回復させ、下流ですみたいな感じになるんで、ちなみに今肩はもうこれですね、右が健康な肩で左が俺の肩です。これマックスです。あーくわーあーくわー、ここがマックスですね。ちなみにこれ腕を曲げてるからいまいち分かりにくいです。これ伸ばした状態でもし肩をこう上げていくならば、あのここですね。痛みを伴うんでこれ以上できないです。それがこいつを飲み終わった頃にはどこまで上がるのかやってみたいと思う。味がね、やっぱ漢方はちょっと苦いっていうのが気になります。どんくらいの味をするんでしょうか。いただきます。うん、うん、漢方の味ですもんね。いわゆる漢方の味ですね。ウコンの力の下流タイプは美味しいですけど、これはそんな美味しくないです。もう手加えてない感じがしますね。植物の根っこの味がする。というわけでこれがどれだけ切るか、こうご期待だぜ、マジで。お願いお願い。